蘇州市。蘇州市。蘇州市は、中華人民共和国チャンス商島南部に位置する地球市。古くから絹織物で発展した国家歴史文化名城であり、上海市に隣接する地の利があり、現在も省の経済的中心である。蘇州で話されている蘇州語、蘇州方言、蘇州話は、北部クレゴを代表する方言と考えられていたが、 現在は、上海語にその座を譲っている。蘇州方言と上海方言とでは、異なる語彙や発音があるが、しばらく会話すれば、意思の疎通に大きな支障はなくなる。ただし、学校での普通話、標準語、共通語一辺倒による教育により、上海語の事例同様、若者は蘇州語を話せなくなってきている。その問題に対し、学校、教育側は、 方言の授業を設ける等を検討している。また、上海に比べ方こと、蘇州語による TV 番組が多く見られる。長江の南側にあり、長江デルタの中心部、太古の東岸に位置する。東北側には、上海ガニの産地として名高い引き押し子がある。北京から南京を経て、今山、上海を結ぶ京古線が通り、蘇州駅には特急が停車する。 上海を起点に、蘇州市街を通って、西に伸びる312国道と、常塾市街を通る204国道が、幹線道路としてある。また、上海から南京に向かうコネイ高速道路が、通っている。コネイ高速道路は、蘇州で、常塾加工を結ぶ南北の蘇吉見区高速道路と、交差しており、2008年には、常塾から長江を渡って、 南通に通じる世界最大のシャバリ橋である、疎通超高校路大橋により、超高対岸と連絡さた。コネイ高速道路は、交通量の増加によって渋滞が起きやすくなったため、拡幅工事を進めているほか、常塾を通る総以降高速道路が、上州までのバイパスとして建設された。古来、北京と高州を結ぶ系杭以外運河が通るなど、水運もよく利用されている。 北部の大層、常宿、カルガン港の長高沿いの地域には、水運を活かせる大規模工場が作られている。運河による水運が生活に溶け込んでいることから、旧市街地及び、周辺の水郷地帯を含めて、東洋のベニスと呼ばれるが、ベネツィアよりも歴史は古い。感情の堀で囲まれた旧市街は、新しいビルなどは少なく、昔からの住宅が立ち並び、 世界遺産の沿輪などが点在している。これに対し新市街は近代的なビルや高層住宅などが立ち並んでいる。郊外は工場地帯が点在している。古くから長江の南に位置する江南の主要都市として栄えてきた。春秋時代に呉の都が置かれ、呉文化圏の中心であった。伝説によれば諸藩がこの地を本拠と定め、諸藩の子孫の考慮が 後の都として整備したと言われている。合心章誕、五越道州の部隊である。破壊後には、海警軍、後には、道軍から分離したクレ軍の役所が置かれた。同時に、クレ県の役所も設置された。随代に、蘇州の名が始まったが、南朝最後の沈末の民衆反乱、589年、で、町が破壊されて、軍の役所なども他の町に移されており、 本格的な再建は役所を蘇州に戻した、党の大宗時代以後のことになる。五代十国時代には、五越国の都となり、北宋の新宗時代に、府、首都に準じる都市への昇格に伴って、平江府、元には、平江寺と呼ばれるようになった。この間、金の南層遠征軍が、平江府を攻撃して、再度町は大規模な打撃を被った、1130年、が、 南宋政府によって再建されている。元松の長島ことも、ごを称して、蘇州に都した。民になると、蘇州府が置かれて、以後は、現在の蘇州という名称が、固定化された。古くから、中国の先進的な、絹織物産地として、経済的富裕な町であったが、南宋時代に、付近で、木綿栽培が広まると、綿織物の分野でも、 屈指の生産を図るようになる。だが、アヘン戦争後の上海海港に伴って、その経済的地位をいくらか低下させた。チャンス商の省とは現在南京に置かれているが、歴史的に信代にはチャンスー不正氏が蘇州に駐在し、太平天国は蘇州を蘇福省の主婦とした。南京に見した中国国民党時代には、蘇州にチャンス都督行省を置き、 日本軍占領期にもチャンス紹介であった。蘇州市は国4市を管轄する。2012年の統計によると、蘇州の市内総生産は1兆500億人民元である。これは中国の都市で第6位であり、ショート南京を大きく上回り、加藤では上海に次ぐ第2位である。上海から高速道路で1時間の距離にあり、上海の国際マーケットと 国内マーケットをつなぐ要所である。シンガポールの協力で建設された蘇州工業園区を、はじめ、蘇州高新技術産業開発区、混山経済技術開発区、カルガン港保税区などの投資区域を有する。繊維製品、精密化学工業、製紙工業、電子工業、機械工業などの産業があり、2003年の市内、生産総額は2、802億人民元。 一人当たり、国内生産は47,700人民元、輸出総額は326億米ドルに達する。蘇州の東北に位置する、陽気吉子は、上海ガニの産地、養殖地として著名であり、淡水漁業も盛んである。また、1940年まで、北地東から南下する道は、ガリュウガイと呼ばれていた。蘇州古城地図石川県金沢市及び、 大阪府池田市と姉妹都市、東京都東村山市及び京都府亀岡市、三重県名張市と友好交流都市として提携している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。